武器なし、装備なし、子連れの危機管理訓練企画してください。いいっすね。こういうのいいっすよね。学校とか呼ばれたらね、私もうただでも行っちゃうっすよね。こういうのね、すごい大事。もう本当にね、もう個人的なことでね、本当にね、社員に結構迷惑かけてるんですよ。なんですかね、危機管理のマニュアルとか配ってますけど、あれってやればやっただけ送料とかどんどんかかっちゃうし、手間もすごいしね、社員にほんと迷惑かけてるんですけど、もう個人的にね、子供好きなんですよ。 子供大事みたいなね、ところがあってね、迷惑かけちゃってるんですけど、だから学校とかに呼ばれたらうちにね、全部無料でやっちゃうんですよね。 近くだとね、本当に無料で、ちょっと遠いとね、すいません交通費だけくださいとかね、やっちゃうんですけど、普通の仕事の時はね、私は結構単価高くてね、20万とかもらっちゃうんですよ。訓練、田村さんちょっと来てくださいとか言われたらね、じゃあ1日20万ですとかね、永田さんも来てくださいって言ったら、じゃあ40万ですとかね、結構それなりの価格もらっちゃうんですけど、子供って言われたら0円になりますね、いきなり。そんな感じでやってるんですけどね。やっぱ子供って大事ですよね、これからのね、日本っていうものを背負っていくわけですしね。